絵はいいんだよね、別に。え、この米の。ああ、まあそれで。まあ、楽屋ホールでお茶飲みながらとかね、なんか。ラムネ微妙だったね。そうだったね。あ、決めてたら美味しかった。あ、俺らは美味しかった。まあまあ、俺は普通に食えたけど。ノー君がね、こんなん食えるからって。そこまで。ちょっと我々のポイント的には33。そう、なんかその、うん、や、まあ、なんだっけ。何の話かな、あ、内田真彩が可愛いから。内田真彩がそういう可愛いねっつって、写真集買うみたいな話をした。写真を。いや、でもそんなこと言うと思わないんだけどね、写真を買おうかなと思っちゃう。次、初めてトールがその、区切るような姿を見た。その、内田真彩、そんなに好きなんだみたいな。いや、まあ、ちょっとなんかその、声優で大変だよね。まあ、そうだね。花澤香菜がさ、なんかちょっと前になんかその、サラリーマンに、イベント中に告白されたっていうプロポーズされたっていうマジかよあったっつってさ、怖いね。なんか突然そのイベント中にサラリーマン、うん、なんかスーツ着たサラリーマンの男がダーって誕生上がってきて、なんか結婚してくださいっつって指をバーンって出して、怖いよ、重いよ、一時騒然となったっつって、うわー怖っ。女性生徒がなんか結構怖いだろうねっていう、うん、確かに、うん、まあ、でも逆にサービス会女性で叩かれるっていう、鈴木達之さん、あれは確かにまあやりすぎで、身につけてるものをどんどん客席に投げていくっていう、デコ越しになんかその観客に目つぶってくれっつって言って、うん、目つぶらしてなんか、うん、いいぞ開けろっつったらなんか、うん、でみんなが開けたらそのとあるファンの前に鈴木達之さんっていう声優が立ってて、あのこう手のひら越しにデコにキスしたの。おお、マジか。それを見てた本当大熱狂的なファンがぶち切れて、うん、爪につける、なんていうか、ネイル。ネイルをバーンって叩きつけて、マジで。あ、ネイルを叩きつけて、そう、切れて。怖え。カトシさん、君に。じゃなくて、地面に。地面。あ、マジで。クソっつったら。じゃあもうネイルチップだらけじゃん、もう。終わった後。そんないっぱい。で、スタッフがこうやって拾って。次使いまーす。あの、まあなんかそういうのは男性性はなんかもう言えないかもしれないけどね。もしかしたらまあストーカーみたいなっててもちょっと男の人で言いづらいじゃん。自意識過剰かもなって。何のバンドか知らんけどさ、なんかサイリウムってあるじゃん。あの振るやつ。あれをライブが終わった後にみんな捨ててからスタッフが怒って、もうあのバンドには絶対にあの会場貸さないっつって。できんちゅうかね、二度と貸さないみたいな。あ、なっちゃったの。あったらしいんだ。それもバンドのせいじゃねえのにな。あとサイリウムをこう手で折るんじゃなくてこうなんかこうやって物になんかこう叩きつけて、ぶつけて叩きつけて割ろうとしてなんかすげえちっちゃったみたいな話もね。うわ、すげえと思って。マナー悪いファン多いね。マナー悪いね。そんなんばっかですよ。我々には弱小のさ、その YouTube で上げてる人間とか、まあ、投稿してる人間とかもさ、結構こう叩かれたりとかするじゃないですか。はいはい。まあね、それは不理不尽だろうっていうようなこと言われたりとか、結構するじゃないですか。まあ、その倍ぐらい来るからね、まあ、事務所とかがあるから守ってくれるんだろうね。まあ、そうね。うん。倍ぐらい来るだろうからね。大変だよね。まあ、あと某バンドの、ボーカルさんかな、こう歌歌ってて、やっぱ気持ちが高ぶってきちゃうから、客席の前とかに行くじゃない。ああ、ライブパフォーマンスでね。行くね。いや、盛り上がってるかいって、歌いながら行くわけだ。そしたら、観客にこう、もみくちゃにされて、で、やっとの思いでパーってできたら、そのつけてるアクセサリーとか、全部なくて。髪も せっかくセットしたのにもうぐちゃぐちゃになっちゃって、星ぶしゃみたいな。ただもう曲だけはしっかり歌ってたっていう。そこだけは黒根性すげえ。すごいなと思って、次の日ニュースを見たら、そのどうも奪われたアクセサリーが全部あのヤフーオークションに出品されてたと。え、何もうあのライブでつけてたやつですとか書いてあるの？もう書いてあるのよ、だから。あとブログとかにもなんかその。あの人のアクセサリー取っちゃったぜみたいな、イエーイみたいなさ、取っちゃったじゃねえよ。でめっちゃ大炎上しちゃったのさ。それは炎上するよ。そうそうそう。あ、それジャンヌダルクじゃない？そう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 。え、月光がかかってた。色かけない。痛い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 。引っ張るな。本当アーティスト大変だな、それは。僕らもね、まあ、あの歩いてたら誰どっかの誰かからもう取られるわけで、ああ、暑さないよ、いや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 
あ、月のかけらをつって月のかけらをつって月のかけら痛い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 怖い怖いあーでも確かにあるかもね、なんかそういうのね。クレイジーだね、ヨガが。クレイジーね。ヨガクレイジーだね。クレイジーサイコレースだね。クレイジーサイコレースそんぐらい。そんぐらい、他にネタはないんだ。他にネタあるな。ライブがみんな行くの。僕最近行きましたよ。あ、行きました。マジで。うん。なんの。あの、それこそジャンヌ・ダルクの、ね、ボーカル、うん、今あの一時そのジャンヌ・ダルクの活動を休止して、なんかみんなでソロの活動してるんで。ああ、ちょっと音楽チェリーとかね。そうですね、それのライブにこの前行きました。へえ、うん、まあ暑いまあまあまあ夏のフェスは暑いでしょ。まあ暑いでしょ。でね、なんかその無料で水もらってきた何ドヤ顔して水もらってきました。ライブとか行くんじゃ。ライブ行ったことないですけど。なんか行きたいとかはないの？あ、まあこの辺でも最近たまにあのアニソンのあのライブとかやったりするけど、ああいうの見るとちょっと行きたいなって思ったりするけど。え、ここらでやってんだ。まあ、いや、うん、あ、まあ、まあ、地元の方だよ。うん、あ、でもやってんだね。そう、地元の方。くれよまあそれでさ、俺もさ、うん、その俺でもさ自分から行ったことないから、あ、そうなの。そう、誰かに連れられてとかで、なんか昔の親父に連れられるかぐや姫とか渋いなとかガンガン連れてかれてたから、なんか別に好きでもないけど、なんか曲覚えてるよ。ああ、神田川とかね。かぐや姫のなんかその、うん、再結成っていうか、ワンナイトだけ、はいはい、再結成でみたいなライブに連れてかれたことあったの。おど深夜だったよ。ただ小学生だったよ俺。へぇマジか。そう、小学生のことあったけど連れてかれて聴いてたわ。絶対小学生で行くとこじゃねえ。じゃないね。曲わかんねえんだよ。ああ、まあそうだよね、世代が思いっきりずれてあと誘われたのはね、俺リサだ、うん、リサだよね。ガンダムエイジのなんかラストの方のオープニングさ、はいはい、最近サボとかやってる。ああ、はい、SAO のなんか違いがしたあれ、誰だっけ、あの青いエール。あ、そう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 、あーあーあああ青いなんだね。うん、青いエール、青いエール、なんかライブに行かないって誘われたことがあって。どうもさ、詐欺口さんだっけ。あ、そう、詐欺口さん行ってすげえよかったから行かないもんだって言われて、うん、俺無職になっちゃうごめん、ちょっと詐欺口さん先がどうなるか俺分かんないからあ、もうこの動画がね、上がってるか分かんないけど、私ね、まもなく、お仕事になりますこの場で言うことしないだろまあでも、他で 言ってる動画が上がってれば、上がってればあの、今頃ツイッターでつぶやかれてる。あと、チーム名がですね、決定しましたよと。おう、ところで、また、後日動画にして発表したいと思います。シンデレラボーイ。あ、違う、かは分からない。あ、どうなるんだろうな。博多の塩かもしれない。スポンサー訴えられる。またあの検索に引っかからないもんあ、といったところですかね。雑談、雑談枠だからね。上がるかどうかわからない雑談ライブはいいですよ、ぜひ行ってみてくださいよ。そんなみんな好きか。でも俺もね、一回ぐらいは人生で。何のライブ行きたいの、うん、AV AV 女優と握手できる。よっしゃ、行くしかねえって。それ近くでやってなかった。対象商品をサーブを買うとチェキ取れる。チェキ取れるよ。コスプレしてもらっちゃったやっと行くしかねえ。3本結構高いぞあそことあそこで私と握手握手じゃねえ。握手というかなんというかダメなの。ダメだろよろしければチャンネル登録や評価をお願いします。お願いします。 Twitter やブログで最新情報をお知らせしていますので、そちらもよろしくお願いいたします。よろしく。